ボーイング 747SP。ボーイング 747SP はアメリカのボーイング社が開発した大型旅客機、ボーイング747の派生モデルの一つ。胴体を大幅に短縮して重量を減らし、さらに翼を回収することで航続距離性能を向上した。これにより座席数は犠牲となったが、世界初の東京ニューヨーク間の 無着陸直行便に就航する。なお、SP は、スペシャルパフォーマンスの略。1970年に就航した、ボーイング747は、そのキャパシティは他に追随するものがなく、旅客航空の新しい時代を切り開いたが、日本とアメリカを結ぶドルバコ路線である東京と、ニューヨークを無着陸で部ほどの航続距離性能はなく、当時そのような航続距離を持つ、 旅客機は存在しなかったパンアメリカン航空や日本航空、ノースウエスト航空など道路線に就航していた各航空会社はボーイング747やマクドネルダグラス DC-10 などでアンカレッジやサンフランシスコ経由で飛行することを余儀なくされていた。これを受けてボーイング747のローンチカスタマーでもあるパンアメリカン航空のファントリップ元会長が ボーイングやロッキード、マクドネル・ダグラスなどのアメリカの大手航空機製造者に東京ニューヨーク間、ニューヨークテヘラン間の無着陸直行便の就航を目的とした機材の開発の依頼を行った。この依頼に応えてマクドネル・ダグラスは DC-10 の航続距離延長型の ER を開発することを明言し、これに対抗してボーイングのジョー・サッターが 標準型のマイナス100型、マイナス200系を単動化して重量を低減することにより、航続距離の増大を図ったモデル、ボーイング 747SB、ショートボディーイコール単動型を開発することとなった。ボーイングが航空会社にヒアリングを行った結果、パンアメリカン航空以外からも発注が得られる、手応えをつかんだことで1973年に、 開発がスタートした。ローンチカスタマーは、パンアメリカン航空で、同年の9月10日に発注した。同社は、最終的に11機発注した。その後開発が進められ、1975年5月19日に、ロールアウトし、同年7月4日に初飛行した。1976年3月5日に、パンアメリカン航空向けの1号機、クリッパーフリーダム、 N531PA が納入され、4月25日に世界で初めての東京ニューヨーク間の無着陸直行便に就航した。この無着陸直行便の就航により、アンカレッジ経由での運航を行っていた日本航空とノースウエスト航空のライバル2社は大打撃を被った。しかし、 すでにボーイング747から100や -200 を導入していた日本航空とノースウェスト航空は、機体の短縮により、座席数が276席、エコノミークラスとファーストクラスの2クラスの標準仕様と、標準に比べ大幅に減ったことから、収益率が悪化することを嫌い、SP を発注することはなかった。だが、 同じくボーイング747から100やマイナス -200 を導入していたトランスワールド航空やブラニフ航空、アルゼンチン航空や大韓航空などは超長距離路線を運航するために SP も購入したほか、チャイナエアラインや南アフリカ航空、中国民港や LR 航空も近隣諸国との間の対立を抱え、近隣諸国の上空を大きく迂回して運航しなければならないなど、 様々な政治的状況により超長距離路線を運行せざるを得ないために早期に SP の導入を決めた。なお、イラン航空はマイナス100やマイナス200で無着陸飛行できないような超長距離路線の運行の予定がないにもかかわらず、皇帝で飛行機マニアとして知られるモハンマドレザーパフラビーの一存でコを決定した。また、 ボーイング747から100や -200 では、需要に対し座席数が多すぎると判断した上、コンビ型を導入するほどの貨物搭載量も見込めない、シリア航空やモーリシャス航空なども導入した。1985年には、当時のマラウイの独裁者、ヘースティングズ・カムズ・バンダのイギリス訪問の目的だけのために、南アフリカ航空より同期が短期リースされ、 エアマラウイの塗装に塗り替えられて大統領専用機として利用された。また、パンアメリカン航空のボーインク 747SP が1976年5月1日から3日にかけてニューヨークニューデリー東京ニューヨークの世界一周飛行を行い46時間46秒の世界最速記録を作った。しかし、 1980年代半ばに日本航空がニューヨーク直行便専用に発注したボーイング747から200バイトの高性能型パワーアップしたエンジンの搭載と燃料タンクの追加により最大離陸重量を引き上げたデルが出現し風向きによっては搭載量を減らさなければいけないもののなんとか東京ニューヨーク間の無着陸直行便が可能になり イゴタの航空会社も購入を始めたことで受注が減少した。さらに、航続距離が長く二人乗務が可能なボーイング747から400の開発を開始したことにより、1989年に正式に生産中止となった。ボーイング747の主な分類、製造中止分では、日本の航空会社からの発注が一気もなかった形式である。なお、 イラン航空は2011年まで 747SP を東京への定期便で運航していた。生産は中止されたものの、ボーイング747から100、-200、-300 ほどのキャパシティを必要としない超長距離路線の運航機材を必要としたナミビア航空やアメリカン航空、ルクスエアなど多数の航空会社が中古機として導入したほか、 バーレインやオマーン、カタールやカザフスタンなどが政府専用機として中古機を導入した。また、サウジアラビア政府はサウジアラビア航空の中古機を回収して王族専用機として使用している。最大航続距離が 12,325km とボーイング747から100や -200 と比べ格段に長く1989年に ボーイング747から400が出現するまでは世界の旅客機の中で最大の航続距離を誇った。全長が56.31メートルと他のボーイング747の各モデルに比べて重量軽減のために大幅に短縮されており、合わせて単動化によるモーメントアーム現象への対策から垂直、水平尾翼とも翼端を 1> 各1.5メートルずつ延長しているために、外観が他のボーイング747シリーズや他の旅客機に比べて大幅に異なる。また、フラップは在来型とは違いシングルスロッケットで、火力面のフラップトラックがない。なお、胴体を短縮したが2階席を短縮しなかったことが、副次的に機体にエディアルールにより即する形状を。 もたらし、最高運用速度が、マッハ0.92、時速 1095km、最高巡航速度マッハ0.88、時速 990km に向上した。ボーイング社自身も、この予想外の効果に驚き、ボーイング747から300などのシュット、ストレッチとアパーデック2階部分延長型、開発へとつながっていった。機体の小型化、そしてそのために、 航続距離が長くなったことを生かし、産油国を、はじめ多くの政府が、政府専用機として使用している。なおその多くにバイシステムズが開発した、アン、アルク -204 マタドールなどの、対ミサイル防衛装置が装着されている、エンジンと APU 後部。旅客用途以外では、アメリカ航空宇宙局、NASA の遠赤外線天文学生総研天文台。 ストラタスフェリック・アブザーバトリフォー・インフロレド、アストロノミー、略称ソフィアのベース機材としても用いられている。2018年現在、事故で損失した機体はない。重大インシデントとして、1985年2月18日に、台北の中西国際空港、現在の台湾東円国際空港から、アメリカ合衆国のロサンゼルス国際空港へ向かう。 チャイナエアラインの CI-006 便がエンジントラブルがきっかけで自動操縦中に失速しサンフランシスコ沖300マイルの太平洋上で切りもみ状になって毎分15000フィートの降下率で海面に向けて垂直降下した。降下の過程で機体構造は最大 5G の負荷にさらされ機体は空中で転覆したかのような姿勢となった。 その結果、尾翼近くの水平安定版は飛散し、APU も脱落するなど、空中分解する寸前のダメージを受けていた上、重傷2名、軽傷50名を出したが、運航乗務員が操縦を立て直し、墜落を免れて、サンフランシスコ国際空港に緊急着陸した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。